天竜川電力株式会社は大正末期から昭和諸島にかけて存在した日本の電力会社である。1926年設立。天竜川における電源開発を目的として設立された電力会社で長野県南部の南新地方において2カ所の水力発電所を建設、運営した。大手電力会社大道電力の傘下にあり、同社社長。 福沢桃介が初代社長を兼ねた。1931年、同じ大道系の矢作水力により合併された。天竜川電力が建設した発電所は、その後の変遷を経て、中部電力に継承されている。長野県南部、天竜川流域の稲谷において、最初に電気の供給を開始したのは、飯田市に設立された飯田電灯である。同社は、 天竜川支流の松川に水力発電所を建設し、1899年より、飯田の町へ電気を供給した。続いて1913年には、長野伝統稲氏社の手により、稲市を流れる小黒川にも発電所が建設された。この後、蒸気の2事業を統合するなど稲田にの大部分に供給を拡大する稲電気鉄道や、 その他の中小事業者により、大田切川、阿武川、あち川などの河川に、相次いで発電所が新設されていくが、発電所はすべて天竜川の支流にあり、天竜川本流の開発には、手がつけられないでいた。支流の開発が進む中、天竜川本流では、第一次世界大戦後の電力不足を背景として、陸続と発電計画が企画され、 発電用水理券の出願が殺到した。1915年から1920年にかけて長野県に申請された水利券は計30地点に達し、出願者数は以下の9事業者に国有鉄道を運営する鉄道省を加えた10事業者に及んだ。初代社長、福沢桃介長野県ではこの競り願いに対して内務省及び低身省と協議し、 国家的見地から一つの事業者に統一して経営すべきとする方針を定め、稲電気鉄道の伊原ゴロベーラを招致して競り、願い者の合同を促した。これらの結果1921年5月、鉄道省を除いた旧事業者は協定を結んで合同し、同年10月、水利権の出願地点を9カ所に絞り込んだ計画書を提出した。 発電所建設に伴って分断される水上交通の代替交通機関確保の問題など課題を処理するのに時間を要水利権の許可を受けて会社設立の準備が直ちに始められたがこれも資本事情から遅れて1年後の1926年3月5日になって天竜川電力株式会社の創立総会が開催された。資本金は5000万円で 大手電力会社の大道電力を筆頭に、稲電機鉄道、東方電力、東京電灯などが出資した。初代社長には、大道電力社長の福沢桃介が就任。常務取締役は、大道から山形洋介、後藤はじめ造、村瀬松一、稲電機鉄道から江原五郎兵衛がそれぞれ選任され、その他の取締役には、大道から増田次郎、 今電気鉄道から渡辺義和、東方電力から田中徳次郎、東京電灯から野村隆長野電灯から小坂純造がそれぞれ入った。本店所在地は東京市麹島地区永楽町一丁目一番地、本社社屋は東京海上ビルであった。なお、初代社長、福沢ももすの辞任により1928年6月に、 長男の福沢小牧吉が二代目社長に就任している。1921年10月に提出された計画書に記載された推理権出願9地点の場所、発電形式、出力はそれぞれ以下の通り。前述の通り蒸気9地点、総出力14万1 3 0 1ット分の推理権は1925年3月に許可され、第一 第3水力地点を第1期工事、第6地水力点を第2期工事、その他を第3期工事に区分して、1926年3月の会社設立とともに、大久保、南向井、安岡の各発電所の工事実施に関する準備に着手した。大久保発電所取水用の大久保ダム、天竜川電力が最初に起工したのは、最上流。 第一水力地点にあたる大久保発電所である。1926年11月、天竜川本流における最初の水力発電所として着工された。所在地は、上稲郡稲村麻竹の内。当初の計画ではこれよりも、やや下流に発電所を建設し、出力2 8 3 2ットを見込んでいたが、発電所位置の変更により実際の出力は1500。 キロワットに抑えられた。発電所には、電業車原動機製造所製のフランシス水車と、芝浦製作所製発電機各1台が設置され、着工から10ヶ月後の1927年9月に、完成した。運転開始は10月14日付である。南向井発電所建屋取水用の南向井ダム、大久保発電所工事中の1927年2月、 天竜川電力は南向い発電所の建設に着手する。第三水力地点にあたり、使用水量は当初計画のままとしたが水路を延長して落差を増大させ、出力を2万1 3 0 0ットから2万4 1 0 0ットへと増強している。所在地は天竜川砂岩の上稲郡南向い村大技、葛島あざ赤岩。1927年9月に、 大久保発電所との間を結ぶ送電線が運用を開始してからは、同発電所の発生電力を工事に用いて本工事を進め、1929年1月に完成した。運転開始は同年2月上旬である。南向海発電所は、発電所上流約 14km の地点に、天竜川を横断するダムを築造して、ここから取水し、 1> 約1 1トルの導水路により、約8 0ルの有効落差を得て発電する設計とされた。ダムは水量調整の機能を持ち、この貯水により滑水器でも最大出力での発電が1日4時間以上可能である。フランシス水車、発電機を各3台設置しており、水車はボービング製よび電業車製。 発電機はブラウン・ボベリ製及び芝浦製作所製。また変圧器はアイグ製のものを設置した。南向い発電所の完成以降、天竜川電力による発生電力は全て大動電力へと供給された。同社は発電所の建設に合わせて1929年2月、山梨県の日の春まで自社送電線、東京送電線を新設し、 日の春の釜梨川変電所を通じて東京電灯への電力供給を開始した。同窓電線は1930年に横浜市の東京変電所まで延伸され、南向い発電所から東京変電所までの全区間が完成している。天竜川電力の計画が元となった安岡発電所大久保南向い両発電所の建設を終えた天竜川、電力は 三番目となる安岡発電所の建設準備中であったところ、矢作水力株式会社と合併することとなった。同社は1919 19年に矢作川水系の開発を目的に設立された電力会社であり、福沢桃介が設立に関与して相談役に就任し、天竜川電力と同じく福沢小牧吉が社長を務めていた。人的な関係があり、また、 矢作水力が天竜川水系のあち側の開発に乗り出したことから合併計画が浮上し、1931年3月合併契約の締結に至った。天竜川電力の資本、同年4月7日両社の株主総会で合併議決、8月5日鉄道省、内務省より合併認可、8月29日停心省より合併認可と手続きが進められ、 11月17日に、矢作水力で合併報告総会が開かれて、合併手続きが完了した。天竜川電力も同日付けをもって解散している。合併により、天竜川の水利圏は、天竜川電力から矢作水力へと移転した。矢作水力は、計画を引き継ぎ、翌1932年11月に、安岡発電所の建設に着手。 同発電所は最大出力5 2 5 0 0ットという当時、中部地方で3番目の規模を持つ大規模発電所であり、かつ天竜川水系で初めてのダム水路式発電所として1936年10月に竣工した。矢作水力はその後、日中戦争から太平洋戦争へと続く戦時下において進展した電力の国家管理強化に伴い、設備を 日本発送電などに出資して1942年4月に解散する。天竜側の発電所3カ所はいずれも矢作水力から日本発送電に引き継がれ、さらに戦後1951年には中部電力に継承されている。なお、日本発送電の手により第7水力地点の計画を修正した平岡発電所の建設工事が進められ、 中部電力発足直後の1951年11月に完成した。天竜川電力は1922年3月、長野県下稲郡や須岡村から、下川路村に至る京弁鉄道敷設免許を申請した。天竜川の水利権許可の条件に、水上交通の代替交通機関として、鉄道を敷設することがあったためである。同じ時期、 三新鉄道が企画され、現在の JR 飯田線南部にあたる区間を運営していた豊川鉄道、宝来寺鉄道、飯田線北部にあたる区間を運営していた稲電機鉄道、それに大手電力会社の東方電力などが中心となって、宝来寺鉄道の終点三河川河駅から、稲電機鉄道の終点点竜橋駅を結ぶ鉄道布設の免許を申請した。 安岡村から下川路ンまでの区間で二つの鉄道計画は重複しており、長野県知事のアセで天竜川電力が軽便鉄道敷設計画を取りやめ、その費用を三振鉄道への出資に振り返ることになった。三振鉄道株式会社は1927年12月に発足。当初の資本金は1000万円で天竜川電力と 東方電力が資本金の25%をそれぞれ出資する筆頭株主であった。三新鉄道は1932年に最初の区間を開通させ、1937年に三河河井駅から天竜橋駅までの全線が開通した。同区間は現在の JR 飯田線中部にあたる。ありがとうございます。